こんにちは、皆さん。私たちの日常生活においてモチベーションは非常に重要な要素です。しかし、モチベーションが高まらずに行動が滞ったり、逆にモチベーションが高まりすぎて燃え尽きてしまったりすることもあります。では、そのモチベーションの源泉は一体どこにあるのでしょうか。それは脳の中に秘められているのです。今回は脳とモチベーションの関係について深く探っていきましょう。脳は私たちの行動や感情をコントロールする中枢です。モチベーションも例外ではありません。脳内の神経回路が刺激を受けることでモチベーションが高まるのです。脳内のドーパミンと呼ばれる神経伝達物質がこのプロセスに重要な役割を果たしています。ドーパミンは報酬系と密接に関わっており、目標達成や成功体験などが起こると脳内で放出されます。このドーパミンの放出によって私たちは喜びや充実感を感じ、モチベーションが高まるのです。しかし、ドーパミンの働きは個人によって異なるため、人によってモチベーションの源泉や快感の感じ方も異なることがあります。一方で、モチベーションは様々な要因によって低下したりブロックされたりすることもあります。脳内のストレスホルモンやネガティブな感情が増えると、モチベーションは減退しやすくなります。また、達成感や報酬が得られない状況や、適切な目標設定が行われていない場合もモチベーションが低下する要因となります。では、モチベーションを向上させるためにはどうすればよいのでしょうか。脳を活性化させるためには、十分な休息や睡眠、適度な運動などの生活習慣の改善が重要です。また、目標設定や報酬の設定、ポジティブな思考の育成などもモチベーションを高める手段となります。さらに、興味や情熱を持つことや、仲間やサポートシステムを持つことも重要です。脳とモチベーションは密接に関わっており、脳の活性化やドーパミンの放出によって、モチベーションを引き出すことができます。モチベーションを高めるためには、脳の健康を保ち、適切な環境や目標設定を行うことが重要です。自分自身のモチベーションの源泉を見つけ、努力と継続を重ねることで、より充実した人生を送ることができます。脳とモチベーションの関係を理解し、自身のモチベーションを高めることで、目標達成や成長に向かって進むことができるのです。皆さんもぜひ、脳とモチベーションの力を活かし、自分自身をより素晴らしい未来に導いてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。